読売ジャイアンツ。さあ、そして打席には中村が入ります。さあ、得点圏には先制のランナーを置いています。まあ、やはり先制することは大事なんで、先手痛烈入りました。ファウルボールです。打ちました。取った。一塁そのまま入ってアウト。ジャイアンツ。さあ、そしてバッターボックスには小林が入っています。さあ、チャンスが続き満塁の場面。まあ、ここはつなぎましたんで得点差を広げておきたいですね。バッターボックスには代打のオースティン。タイガース、この回1本のヒットで得点が入りました。フォアボール絡みの得点を与えています。さあ、西さん、得点のシーンを演出したいですね。まあ、ここで追加点なら相手もすぐには追いつけませんからね。そうですね、この起用に応えたい。真ん中打った。ファーストうまくさばいて、そのまま入って一塁アウト。これでスリー。バッターは4番大山。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えたいですね。そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。3球目打ちました。この打球は落ちそうだ。いい動きでした。今日は